はい、どうも、ブタネコゲームチャンネルへようこそ、ブタネコです。本日はですね、最近ね、続編の報道が上がった、ドラゴンズドームがダークアリズムをプレイしていきたいと思います。ロードゲーム。私このドラゴンズドグマのゲームすごい好きで、個人的にあまり比べるゲームと比べるってやっぱあれなんだけどね、ちょうどね出てきた時期って言うとやっぱ比べられちゃうのが、スカイリムとかねあったりとかしたり、まあ海外でもねいろんなアクション RPG とか出てきた時期だったけど、まあこのドラゴンズドグマやった時のこのなんか不思議な感じは今でもなんかなんだろうね、まあ当時やった時、初めてやった時にモンハンでストーリーが加わった本格的なファンタジー RPG になったらこんな感じになってくるのかなみたいな雰囲気がするのはしてたんだけど、実際にそのファンミーティングの前に記事かなんかで記事なんかインタビュー記事かなんかであったのが、やっぱり開発のこうなんかプロジェクト立ち上げるときにあったいくつの案の中にやっぱこの一人者の RPG のやつとモンスターハンターのアクションとコープ、オンラインコープメインのモンスターハンターとあの源流がねあったらしいですね。俺取ってきたはずだぞ。まだか。なんかチュートリアルが、あ、ちなみに女性プレイヤーでプレイしてますけど、これはちょっと理由があってね、キプレイヤーならわかるんですけど、女性盗賊の砦があるんですよ。ここは魚屋ですね。店主は薬草にも詳しいとのことです。よいしょ、こっち行こう。まだもう夜になっちゃったかな。昼間じゃないと手に入らない薬草だったと思ったな、主人公が頼まれてたの。話は戻ろう。どこまで話したかな。道に沿って進めば宿営地に着くはずです。どこまで話したかな。花集めはお勧めですか。きっと依頼主が待っていますよ。いや、花集めたはずだけど、なんかあれだな、ちょっと間違えたのかな。ちょっと花集めのところに戻ろう。宿営地へ向かう前に村の店で旅の支度をするといいでしょう。あれどこまで話したっけ。まあそのなんだこのね、始めた時とこう最初はこうなんか始めてみてなんかほら結構ねグラフィックも当時からしたら割とほらねこういう部分とかね簡略化されてる部分も結構あったりとかねするし、草のね感じと生え方とかねこう結構なんかモンハンで見たことあるぞこれみたいな感じと草の作り方とかしてたりとかねして、この人は何、たくさんの怪我人が出たようです。薬の材料の花、浜辺は探してみたの。見つからないなら夜に改めて行って。前に月夜の浜で見かけた。月夜の浜あっちだな確か。けどねこうなんだろう、海外のゲームとかだとね、もっとこう草がバーバーいっぱい生えてたりとか、こうフィールドマップの作りがすごいね、もうちょっとねこのゲームよりね、なんて言ったらいいんだか、こう視野が狭まってるというか、なんかワールド自体がね、なんて言ったらいいんだろうな、まあ作りがねちょっと違うんですけど、まあ、このゲームやった時にちょっとなんかちょっと殺風景だなっていう雰囲気はしたんですよ昔。けどだんだんプレイをしてプレイを続けていくたびに、あ、なんかこれはこれでこの世界観はなんかこれが正しいというか、なんて言ったらいいんだろうね、こう本当に独特の昔からある RPG ってきっと
今風にしたらこんな感じになるんだろうなっていうような感じがすごいひしひしと伝わってきてて、確かにスカイリムはスカイリムでね、あれは確かにすごかった。なんだろう、剣と魔法とドラゴンと、これもね同じ剣と魔法とドラゴンと、ファンタジーにおけるね、まあ個人的に思ってるね、あのファンタジーにおける三原則みたいなねところがあるんですけど、イニシエのねこうクラシックファンタジーというかね、で、まあ、あっちとはまた違う、まあ向こうは向こうで FPS 視点モードとかもあったりとかするし、まあまた話は、三人称視点モードはね、後々付け足されたように近いからね、あっちは確か。あれ？そうだったっけ？忘れちゃった。もうだいぶ昔のことだから、もう10年、このゲーム出てる10年も経つしね、10年ぐらい前のゲーム。でも10年前のゲームってやっても、やっぱいいゲームは全然ね、こう、色落ちしないよね。ドラゴンズドームはまあマイナス要因は結構なんか殺風景の部分はあるんだけど、なんか広いんだか狭いんだかわからないマップの作り。フィールドマップね、こうなんだろう、さあ宿営地へ向かいましょう、道に沿って進めば宿営地に着くはずです。なんて言ったんだ、花集めはおすすめですか。正直ね、こう独特だったよね。あ、ちょっと待て、ゴブリンか。暗いわ、このゲーム。暗い時は本当暗いからな、何も見えないから。私が行きます。ほらリーダーを狙いましょう。帽子のゴブリンです。スラナリ撃ち。クソこいつら。帽子を倒せば士気が下がるはず。確保する。旅の商人が魔物の襲撃に助けるべきでしょうか。ちょっと待って、戦闘の途中なんですけど、違います。あ、これじゃないっす。こっちだ。久々だからな。これじゃない、ランタンをつけよう。暗い、やばい、危ない。オラ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 、オラ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 、おいおい、やるなあんた。まだいるでしょ。敵が強すぎとか言ったらレベルアップをして。お任せください。とりあえず一緒に行くか、しばらく。大丈夫だった？やばかったぜ。俺はレイナード、行商をやってる。今日はあいにく売り物はないがね、あいつらにぶっ壊されたからな。とりあえずあんたが来てくれ。狼がいます。海岸も調べてみましょうか。花がないとも限りません。炎が弱点ですね。どこだどこだ。早いからな、狼はな。最初は街道沿いから離れないように行くのが鉄則だからな。どこ行った。このゲーム暗いんだよ本当に。ほらほら、道沿いに進めば間もなく宿営地に到着します。炎が弱点ですね。え、戦ってる。あとこのゲームがすごいなって感じたのは、炎での攻撃が効いています。やっぱこうなんだろう、今でこそこう結構なんかね、主流になってきてはいるのかな。まあ
非対称とは言わないけど、こう、まあ、通常だったらなんだろう、こうマルチプレイってなるとこう誰かと一緒にキャラクターが一緒にやるっていうんだけど、このゲームはこうポーンっていう AI のボットの味方が一緒になって戦ってくれるんだけど、これが、他のねプレイヤーのポーンを連れてた一緒に遊ぶことができるっていうのをね。このまま道沿いに進めば間もなく宿営地に到着します。自分の育てた、マイポーンがいるんだけど、自分の育てた、ポーンを、他の人が借りてみたいなのがあったりとかして、その辺もねなかなか独特で、目的地に着きました。ご苦労様です。はい、これが結構好きでね、私はね。目的地には着いたけど、ここでなんかね、確かまたチュートリアル的なことやるんだよね。付近にリムラ、私の声が届いています。おや、なんだ、脳内に直接誰かみたいな私についてきてください。でこのねポーンたちがねいろいろ旅をすることによってねいろんなね知識を得てくるんですよね。でクエストのヒントとかも彼らがね出してくれたりとかするので、この付近ではないでしょうか。なんかねこうなんだろう、不思議だね。やっぱ自分が育てたポーンは他の人が使ってくれてとか、するのが楽しかったり、他の人のポーンが助けになったりとかすることによって、なんか見えないところでつながりがあるっていうのがね、やっぱとても新鮮でしたね。やった時はやっぱモンハンを先にやってるからこそ、なんか違った味のあるマルチプレイでしたよね。そして各社、はい、各社、あなたがそうだとおっしゃられる。あ、はい、各社です。わかりました。私が案内を務めます。各社たるもかかる脅威に立ち向かい、万難を退けなくてはなりません。たゆまぬ向上心こそ我々をつなぐ絆。何を、H の周辺を調べる。あ、ルーク、ここでお別れかい。ルーク、ルーク君、一緒についてきてくれる。一番最初に仲間になるポーン、ルーク、あれ、もらっていっちゃっていい？ RPG あるある、勝手に持ってっていい？ RPG あるある。不思議な力を感じます。こんにちは。よう、旅の準備は万全かい？ここで宿の世話と特別なサービスもやってるんだ。遠慮なく利用してくれ。好きなのを選びな。300スキル。あ、何をする？あ、かまいたちか。欲しい。大木打ちか。欲しい。この辺は。振らせるやつ。さあ何をする？スキルすごい最近。かまいたち。とりあえずこれ。さあ何を、好きなのをや、また来てくれ。はい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 。まあとりあえず今はね、まあこのゲームの面白さをね話すためにも。ちょっと朝に変えてからベラベラまた話していこうか。あの道レベルも上げなきゃいけないし。遠慮なく利用してくれ。好きなのを選びな。さあ何をする？了解だ。この会話のテンションがな独特だよな。いやーでもこう、あ、拾ってる拾ってる。ルーク君、ルーク君行くよポーンはね本当に AI だから勝手にいろいろ、あ、奴が来る、急ぐんだ。何？あ、そっか、一回寝ちゃうとあれなんだよな。外でサイクロプス出るんだった。失敗したな。
凶暴な魔物がいるかもしれません。行くか、しょうがね。よくよく見ると操られてるマークが出てんだな。やる。はい、どうも。お、危ない。牙落とせ、牙落とせ、牙。いや、俺は牙が欲しい。目玉と牙が欲しい。おった、もう足です。足にしがみついてください。牙、よし。牙が折れました。足にしがみつけば回転を崩せます。牙だー、拾う。あとは目を狙う。足に捕まって検討します。最初この怪しい人影もよく分かんなかったし、そのサイクロプスの額に文様が浮かび上がってるのも昔は全然分かんなかったな。あ、やられている。アイテムを拾います。ほら、目的は達成しました。報告に戻りましょう。ここから出ると領土方面へ向かうことができます。さあさあ、ん、レイナート君じゃないか。よう、久しぶり。各社か。いいよ、あんたなかなかいい。さあ、商売の話をしようぜ。武器のアップグレード、さあ、商売の話をしよう。ちょっと防具が、今何つけてんだ、そもそも。またのゴリ。上は何もつけてない。何つけてる？スカルベルトか。スカルベルト。さあ、商売の話。インナーを持ってないんだよな、多分。スカルベルトはいいとして。チェストガードはアーマーだからスカルベルト外しちゃうでしょ。レザープレストかな。腕はもうつけてるから足、ズボンなんか欲しい。これでいいかな。なんでもいいや。あ、これいい。よしよし、これよし、 OK。 戦うは嫌だからな。レザークロック持ってたんだ。まあこっちの方が。ソルダーケープに変えてウェアつけて、よし、これで。さあ、商売の話をしようぜ。まずは俺の、ちょっと待って。他に武器は、
か。結構買っとこう。向こうの武器は見てなかったな。ん？なんか坊さんみたいなキャップだな。何をすればいいのか、少し敷地内を調べてみましょう。話す。遠慮なく利用して、好きなのを選びな。あ、倉庫管理と。何をする？あれだけか。好きなのを選び、また来てくれよ。お店はあそこ。なんか確かね、ここはいろいろ話をして、でなんかいろいろ訓練受けた後に、おお、すごい装備の人がいるな。なんだったかな、自分のオリジナルポーンを呼び出して、頑丈そうな防衛施設ですね。でまた一回ボス戦があって、でそれからようやく、首都に向かうんだったかな。最初はこの辺をね、いろいろ歩き回ってればいいだけなんだけど。あー、なんだこのゲームのね、マップの作りはね、お世辞でもすごい優れたマップとは言えないんだけれど、それでもぐるぐる回ってるとすごい楽しい、愛着が湧いてきてしまったんだろうな、私はこのゲームが好きすぎて。水辺に近づくときは気をつけてくださいね。あ、巻き木、巻き木取ってなんかなったっけ。アイマスみたいなの作れなかったよな、確か。よいしょ。まあ本当これの2が出るって結構みんな望んでたのが出るようになるんだな。水はいい。到着した船のようです。探せば何かあるかもしれません。ダークアリズンが出てから、合ってるよね、ダークアリズンで、ね、出てからもう何年経つ。なかなか何年も待ってたんだ。きっと依頼主が待っていますよ。そう、それをねやるためにね戻ってきてるんで今。見晴らしのいい浜辺ですね。このゲームはでもジャンプとかこうモンスターの捕まりとかあるからね、その辺はやっぱ独特な特徴の一つで、水辺には水の魔物がいます。近づくと危険ですよ。面白いよね。あ、ピッケル持ったっけ。ピッケル持ってるはず。このゲームでもピッケルは必要で、ポーンにピッケル持たせるとポーンもねこれ採取してくれるからね。いけるかな。お、あった、銀貨。確かこっち行けるんだったよな。お、濡れちゃった。これじゃいけないか、これじゃいけないか。体中が濡れてしまいました。このゲーム泳げないからね。あとは、あそこに魚の群れが。どう。
こにも魚が。魚。魚。村に行って売るんだ。ゴブリンが群れを組んで襲いかかってます。あ、もういっぱい？そうでもないか。水辺だから動き遅かっただけか。水辺には水の魔物がいます。近づくと危険ですよ。大きな木の根元にあるそうです。ウサギの毛皮、自由散策も楽しいしな。だ景色はいいんだよ、すごいすごいね、開けててね。まあでもやっぱ大きいモンスターがね来るからね、余計にこう視界が広いというかね。よいしょ、ゴブゴブリンです。ゴブリスフェア、いて失敗した。ほら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 、ゴブリンを攻撃します。うわ、ん、どこだ、まだいる。なかなかこうアクション RPG でこう味方を常にこう引き連れていくゲームで、でキャラクターがねこう AI でってなかなか本当にやっぱりなかったし、大きな木がありますね。木の周辺にはいろんな植物が群生していますね。火、まあ、さっきも言ったけど、なんて言ったらいいんだろう、非間接型というのかな、こう非接触型というのかな、実際にこう触れ合わなくても、触れ合うことはゲーム内ではできないか。ゴブリンがいます、気をつけて。ほらほら、集まったか、ようやく集まったか。大きな木がありますね。ほら、あ、失敗した。ゴブリンは炎を嫌います。夜になるとね、敵モンスターが強くなったりとかあるしね。やっぱカプコンのゲームだしね、あのアンデッドがねいい動きするんだよね。この足跡はどうやら魔物以外にも動物がいますね。この辺ウサギがいっぱいいるからな。最初はもう無意味にいろんなところでこう採取しちゃうよね。2はどうなるんだろう。あ、確かドロップドグマってオンラインあったよね。オンラインはなんか普通になんかオンライン系のゲームになったけど、ポーンシステムってどうなってたんだろう。オンラインやったことないかな。なんだろう、オンラインの流れを組むのかな、どうなんだろう。やっぱ個人的にはこのソロで遊んで、でポーンがついてきてっていうのがすごい好きなんだけど、最大4人パーティーになるのかな。はい、草持ってきたよ、おばちゃん。怪我人を助けるにいいかい、あんたに。おお、持ってきてくれたのかい、うん、こいつともう一種の、もう一種
怪我によっていいかい？あんたに。そう、これ。うん。最近はこいつをなかなか見かけ。よし、2種の材料が揃ったね。正直、こんなに早く集まるとは思わなかったよ。ちょっと、目線が低い。これなら全員を直すことができるかもしれない。これもあんたの助け合ってこそだね。本当に感謝してるよ。この村の出身なんでね。私なんかにできる礼は少ないけど、遠慮しないで受け取っておくれ。さあ、張り切って調合するかね。あとそうだな、このゲームのすごくいいところって、まあ、スタミナも結構ね、あの魔法炎症とかもスタミナ使うんだけど、回復の仕組みがね、なんだ、全体値が下がった分が回復しないんだよね。なんかちょっとダクソとかあのデモゾ系に似てるんだけど、連続してダメージどんどん受けていくと、こう全体値が下がっていくんだよね。で、まあ、味方のね、ポンは回復してくれるんだけど、まあ、回復薬飲んでもね、回復薬飲んだらどうなんだったかな。全体値回復するんだったかな。お前は相変わらずか。いや、ほら、ルークのね、こう。今、ルークの、あ、ちょ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 。じゃあ、こっちだ。体力減ってんだけど。回復薬草は、俺じゃないよ。渡さなきゃダメか。あ、よく3つ持ってるじゃん。あ、ポンはアイテム使用できない。そっか、どういう風になるか見せたかったんだけど。あれ、ポーンってアイテム、あ、そっか、自分で使う分には使えるんだよな。使ってあげるってできなかったっけ。渡すか。自分のポーンじゃないからかな、ちゃんとした。ここは織物屋のようです。ちゃんと契約したポーンじゃないんだよね。あのチュートリアルでついてきたポーンだから、ルークが一番最初に仲間になってくれるポーン。あら、どうも。それにしてもあんまり品数、なんか新しいの結構入ってんだよね、意外とね。新しいの、あ、毒の矢、睡眠矢、油屋の、あ、油屋火炎弾、発火しやすくなるんだよね。発火しやすくなって長くなるんだったかな。まあ、あんま使わないからいいか、別に。こっちの方がちょっと強いな。お金あるから買うか。おい、弓は？弓は新しいのな、ショート棒だけだよね。レザーキャップ、なんか羽が見えないんだけど、気のせいかな。ここで手に入るのは、チェストガードの方がいいかな。チェストガードにして、下半身をもうちょっとなんか、それっぽいのをつけてあげた方が、見た目良くなるかな。あんまりいいのないんだよね。まあいいか。いや、まあだらだらとね、話をしてプレイしてるんだけど、あんまり品数はないけど、このゲームの良さはね、まあ伝わるかって言ったらおそらくそんな伝わらないとは思うけどね、今こうプレイしてて
ね。水瓶はまあいいや。これ空瓶が欲しいんだよね。水瓶じゃなくて薪。タイマスとして使えるのかな。使ったことないけど、ランタンがあるから。調合でしょ。必要な。うさぎの毛は武器素材か。一応取っとくか。これいらない。軍用ラップはね、後々でちょっと使うし、いいかな。あんまりしなかった。いやー、開ける。ほんと最悪。ここは宿屋です。マデリンだ。領土へ出てドーンと商売しようと思ってた矢先にドラゴンが来ちゃって。そう、このどさくさで仕入れてた商品もほとんどダメになっちゃったしね。大変そうですね、マデリンさん。私あなた知ってる。ドラゴンを追っ払ったって聞いたわ。私わかる？時々ここに仕入れに来てた行商人、マデリンよ。多分会ったことはあったと思うけど、うん、これでもう忘れないわよね。行商人はいっぱいいるけど、美人の行商人はそんなにいないでしょ。うん、まあそれはいいんだけど。まあそうですね、それはいいですね。別に困ってるのよ私。 それでこれって運命よね。まあそうかな。でしょ、うん、だってあなたこそが私を救う人。うん、きっと世界を救う人に違いないってね。うん、まあそんなわけで早速出かけましょう。村を出てまっすぐのところに。ああ、宿営地ね。私あそこまで行きたいんだけど、そこであなたの出。とりあえず連れてくか。あ、ちょっと、あ、そう、受注しちゃったからな、しょうがない。あのお天場までには連れてくか。ここを最初行ったり来たりするのがね、結構大変なんですけど、いろいろとやっとくとね、後々楽になりますから。お任せください。あれ、マデリン、どうしてダメージ食らったの？あんた。いつどこでダメージ食らった？領商人や領土の兵士などと出会うこともあります。あ、見て、お金落ちてる。どこどこ？得しちゃった。ね、こう人を連れてくミッションって結構ね、クエストって結構多いんですよ。あ、そこ何かありそうよね。これ夜連れてくと大変なんでね、昼間のうち連れて。見て、何？お金落ちてる。え、どこどこ？得しちゃった。戦闘時は焦らず、よく攻撃機会を見定めましょう。あ、向こう側に多分、お、ライン、ゴブレがいる。あ、そこ、何かありそうよね。早く行こうよ。道臭くてないで、ほら行こう。この辺は岩場が多いですね。採取できるものがないか注意しましょう。何かありそうよね。またまた。行こう。昼間はのどかなんだけどな、ここ。しちゃった。あ、お金だ。おお、殴るじゃん、ルク君。この辺は岩場が多いですね。採取できるものがないか注意しましょう。
着いた。ありがとうね。さ、入りましょう。いやところで、ねえ、なんでしょう。あなたいくら持ってる？え？私、ここから両困ってるの。いくらでもいいから貸してくれない？あ、ロギン1000円ぐらいっていいよ。ありがとう。どうぞ。大好き。どうもどうも。女心ってものをよくわかってるわ。プレイヤーキャラも女なんですけどね。昔から言うもんね。小金を貯めてる人だけが私を楽しませるって。私、都でお店を出すつもりだから、来たら寄ってね。ちょっとだったら負けてあげる。いい品しかないから。戦神の守りとショート棒持ってるもんでしか売ってないな。チュニック、あー、まあネイルか。フォースネイルは取っといてもいいかな。ないから迷わない。クエスト達成。ん？なんかした？今。投げキッチュした？いやー。この行商人のね、この2人とね、最終的に仲良くなって、で、好感度マックスまで来ると、ゲームの後半になると、さっきのね、私のこう出身地のあそこのね、自宅にね、招き入れることができるんですよね。ですごいね、失敗をしたことがあって、このゲームね、女性キャラで、女性キャラなんでね、お色気衣装をすると、男性をね、誘惑することができるんですけど、武器屋のおっさん、よくね、こう顔出してたんですよね、武器屋のおっさんのとこにね。そしたらね、武器屋のおっさんがね、私のこと好きになっちゃってね、こっちは全然そうでもないんだけどね、最後まで、なんか武器屋のおっさんがね、こう、私にとってのメインヒロインみたいな立ち位置になっちゃった時があってね。それを知らなかった時だったかな。違うな。1週目とかそういう時にやってた時は気がつかなかった。2週目でやらかしたかな。2、3週目とかで、なんか何週かしてて遊んでたんだけど、なんか、好感度上がるし、なんか安くしてくれるのかなと思って、こう、いろいろやってたらさ、そうじゃなくて、なんか最終的にヒロイン的なポジションになっちゃってさ。まあね、いろいろとね、盛り込まれた要素がたくさんあるゲームだからね、今やっても全然面白いし、新鮮に感じる部分はね、やったことない人は多分ある、新鮮に感じる部分は結構あるんじゃないかなっていうゲームだからね。2が出るしね、ちょっと触れてみたいって人はぜひやってみてもいいんじゃないかな。とりあえず、今回はこの辺に終わりしようかな。いやー、このゲームね、確か RTA もできて、最短、今のところどれぐらいだったかな。結構かなりの速度で、確かね、ラスボスまで行けるんですよ。簡単に。いろいろね、道草食うのが楽しいのが RPG ですからね。このゲームもそれにね、沿って、いろんなとこでね、いろんな冒険をして、旅をして、ぐるぐる回って、ようやくね、最後。実際プレイしてみるとね、なかなか面白いね、どんねん返しのラストだったりとか、こうどういう解釈でっていうところが結構あったりとかする部分が多いから、ぜひね、プレイしてみて、クリアしてみて、で、いろんな感情をこのゲームに持ってね、繰り返しプレイしていくことによってね、楽しさが増していくゲームなんで、今ね、多分セールで安くなってると思うし、また多分セール来た時はね、ぜひ購入することをお勧めするゲームの一つです。じゃあ、本日はこれでね、終了したいと思います。ちょっと光の加減がこっち向いた方がいいかな。そうでもないわ。こっちか、太陽の方向を向いた方がいいかな。こう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。何をすればいいのか。
少し敷地内を調べてみましょう。締まりが悪いじゃないか。